ポップンポップンポップスター、攻略するぞ。どうも、三沢リオです。ステージサムネ的に掃除がはかどりそうですね。実況相方の味噌汁です。赤味噌もいいけど合わせ味噌もいいよね。ワールド2に入ったことで、雰囲気も少し変わったな。夕焼けっすね。この辺軽く操作方法確認してます。確か君、コピーあったはず。ブルームハッターってことは、グリーンか。だな、グリーンは PV で見た記憶があったもんで。カービィ3以来かな。カービィ3だとほうきでペッペするだけだったし、どんな技追加されてるかな。グリーン欲しいけど、スープレックス捨てがたい。どうにかバグジーパイセン呼べないかな。これでどうだ。やった、できた。案外いろいろと試してみるもんだな。しれっと攻撃ボタンと押し間違えたところで、グリーンゲット。お、空も飛べるんだ。てか、かつての、仲間ってなんだ。ん、さっぱりだ。技見てみるか。そうだな、見てみないことにはさっぱりわからん。ちょっと技確認と、オッケー。じゃあ次のページを、おー。確かにかつての仲間だね。なお、ピッチ、父の友情出演。なるほど、カービィ3以来の復活コピーだから、カービィ3の新参メンバーか。おいこれってよ、カービィ3の技じゃないけ。グリーンカービィの状態で仲間にしてると使える技だな。再現が細かい。これは胸圧だ。ってことは、あの便利な移動技も。父のことか、どうやら健在みたいだな。ただ、操作がガバで性能を活かしきれてない。どうやって継続して使うんだこれ。使ってれば慣れるっしょ。で、さっきから何をしこたま水ぶちまけてるんだ。 PV でやってた掃除機出してみたくってさ。それはフレンズ技でして。時々小ネタ教えてくるこの声誰やねん。最近アストラル世界からやってきたもう一人の僕。ハーク、おーおー吸い込める。吸引力の変わらない、ただ一つのフレンズ。さあ行きますよ。打球のフレンズ、なんという情報開始そうな技だ。フレンズは投げたり球にしたりと、散々だな。フレンズの意味とは、せっかくだしもう一匹連れていこう。前回出てで陛下と対マンするって理由で、全員フレンズ消したもんな。これでまた賑やかに。スーパーお掃除隊、行くぞー。空も飛べるはずー、歌の地。これ、遊んでないでさっさとゴミを掃除するぞ。ごめんなさい、なんちって。アニカギで使われたネタだから許そう。お前のオリジナルだったら極刑。この差は何なんでしょうか。ほんと楽しいわ。やっぱり空を自由の飛べるのは快適。フレンズ遊ぼうぜ、お前ら頑張んな。はっしゃー、ボス戦とかで大活躍しそう。地味にすごいなこれ、穴に落ちることなく進んだぞ。しかも快適に進める、グリーン便利だな。謎すぎる落下、なぜ起きたし。わかんない、楽しい。楽しすぎて、下にある扇風機みたいなのをノックソスルーしてますね。ほんとだ、編集で見返して気がついたわ。掃除税、ゴミはゴミ箱へ。何これ楽しい、本当にゴミのようだ。はっはっは、見ろ、敵がゴミのようだ。バルスで目がつぶれそう。目つぶしの呪文だし、仕方ないね。転びの呪文なんだよな。これは地中で飛び回るのだ。アウチ、前方不注意。必死になってついてくるフレンズが可愛いぞ。ずっとは飛べないから、途中で休憩取らないとな。紐を切るタイプのか。ってことは、お掃除隊終了か。どうしよっかなー。ん、私がカッターになろう。ちょうどなりたカッター氏。そうだね、説明も読みた。カッター氏。は？説明が、読みたカッター。カッターもそんなに技変わってないし、従来の使い方で大丈夫だな。とその前に、属性不要。お、グリーンも属性持ちか。風属性か。ツッツの水もあるし、どっちもいけそう。不応上に上がったー。早速仕掛け突破しようぜ。そういやさっきの紐切って落とす台座、あれって下に人いたら潰れて即死なのかな。やめろよ。はい。上に扇風機。あ、なるへそなんとなくわかった。風ちょうだいってもう思ってたわ。至ってシンプル。カッターを上に飛ばすだけ。これで仕掛け突破だな。さあレアピースをよこせ。ってあるえー、レアピースなんやん。もしかしてこの上とか。さすがに無理だろ。なんだろ、扇風機回したりないのか。もうこの部屋には何もないんじゃ。あ、ちょっと待って風消えちゃったよ。ママ、では。本当に何もないし、出よう。レアピースはこの先にあるでしょう。多分。出る前に、グリーンに戻しておこう。やっぱりこっちがいい。
移動も快適、シンプルに強いもんな。ほえー、フレンズやり捨て方法あったんや。カービィのこと知りがるみたいに言うな。とっかえひっかえとか流行式ネタだからええんやで。ソーラを自由に、飛びたーいなー。ウィング選んで、どうぞ。ウィングがないかもしれないやろ。あ、しまった。失礼しました。カッターをサイド取ってきたので、早速仕掛けを解きます。うんこ、ゴミもレアピースなしか。実は見逃してる鉄腕ちゃん。それはないと思いたい。進み方がゴリ押しすぎる。どうせ早々死にやしないから平気平気。と、この余裕が後々命取りになったりならなかったり。怪しい場所見つけた。ここやろレアピース。絶対ここだ。ここじゃなかったら桜の木の下に埋めてもらっても構わないよ。今の言葉覚えておけよ。男に見本はない。こんな隠れた場所にあるんだ。レアピース以外何があるってんだ。あ、待て、ちょっと待て、実質レアピース。今作はこのスイッチもあるから、一概にレアピースとは言えないね。スイッチのこと完全に忘れてた満身ハヤとチリバカを埋めたところで、先を急ぎましょう。墓に入るのは早すぎるでゲス。あ、お帰り。クラブうんぬんより、本当にレアピースだと思ったんです。てかレアピースどこだよ。まだまだ先はある。そう焦るなって。お、もしかしてこのフレンズアクションって。フレンズコロコロとかじゃないかな。この説明が来たっちゅうことは、そろそろ使えそうだな。ワールド2でもあるし。フレンズコロコロ地味に楽しみだったんだ。早くやらせてくれ。まだあるとは言ってない。あるやん。どう見ても絵柄的にコロコロやん。さあやるぞ。やりますぞ。これフレンズいなかったら罪やな。ケツに顔をうずめる光景。ムカデ人間かな。バグジーパイセンだけで勝手妙に目立つ。フレンズコロコロじゃなかった。転がりだった。地味に惜しい。ちょっと待て、破壊力高すぎ。見た目クッソシュールなのに破壊力がえぐい。しかもジャンプまでできる。フレンズいれば何でもできるな。フレンズの無限の可能性。なるほど。転がり中は扉入れないから強制的に進む系か。これ、止まれないのかな。無理ぽよ。止まるんじゃねえぞ。あ。悲しい。事件だったね。初めてのミスこれかいな。てかどっからスタートだこれ。フレンズまとめていったもんな。生きてたのか。ふいよかった。初めての死亡がここでしたが、カスミスがフレンズコロコロって人、結構いそうじゃないかな。割とありそうな気がしなくもない。これ操作してみたらわかるけど、ボタン押す長さで全然ジャンプ力が違うんよ。しかも途中でボタン動かすと、一気に落下し始める。初見ならではの見事なミスだったな。初見プレイはこういったわからん殺しもあるから楽しい。探してたレアピースもあったし、よかったよかった。これにて2の1クリア。まだまだ行くよ。そういやドリーム神殿解放されたし、早速行こうぜ。だな、前回で出て陛下も解禁されたし、ぜひとも仲間にしたい。バグジー、ええか、ボンカースのデカブツ3人連れて歩こうぜ。それ採用。問題は、ボンカースとこの後遭遇できるかだな。過去のマップから取りに行くという発想はなし。横着かな。はは入ってくれおる。レアピースが必要な枠多いから、完成しそうでまだ先になるかな。レアピースが3個分埋めてくれたから、そうでもないかも。何かの間違いとネタ枠で、パズルの隠し要素ででいいかの落書きは違う。芸術出たりしないかな。カービィがうんちしてるクソリアリズムある時点で無理やろ。ち、無理か。次のステージは水か。水中は操作下手すぎて毎回ぐだる。フレンズいるから、大丈夫だって。それに、これから陛下を連れていくんだ。余裕や。そうやな、フレンズなら水中でも攻撃してくれるだろうし。これで心置きなく満身プレイができる。サボる気満々なリーダーのクズ。で陛下を使うのは分かったけど、スロット間違えんなよ。それ、そこなんだよ一番怖いの。まあ放っておけばゆっくりになるし、止めやすくはなるけども。いらっしゃい、で陛下。さすがにハッター2体も必要ないから、一体消そう。お、で陛下ちょっとキリッとしてんな。姿勢良くなった？ウィーフィットトレーナーの元で指導受けたんでしょ。ちょうどスマブラの時に顔合わせしてっからな。陛下をフレンズにできたし、このまま直行。水中戦のハンマーとソードは心強い。フレンズたち、私より水中の操作うまそう。おほう、綺麗。背景だけでなく、水も綺麗。さすにん、
世界観に合わせた表現がうまいよな。ブレワイなんて草とか水がリアルだし綺麗すぎて軽っ効いた。さてパラソル取ったし、私も水中がっつり進めるぞ。水中パラソルは下方向への移動が有能。パラソルドリルが強い。がっつり水中なのかと思ったけど、そうでもなかった。いやこれからやろ。こいつコピーあるかなー。ハーフ使え。とりあえずファイヤーでいいや。パラソルじゃなくていいのか。あ、確かに。扉見っけ。ここの中見てからコピー変更しよう。それがいいな。ファイヤー使うかもしれんし。せやろ。備えあれば、嬉しいなってね。もはや正しい方を使ったことの方が少ないよな。そのことわざ。ファイヤーこっちにあるやんけ。まあまあ、ええわ。導火線に着火マン。ああ、これダメなパターンだ。とりあえず属性だけつけとこ。ウィンガデデデ陛下か。壁をまとったハンマー、絶対強い。こんな効果出るんだろ。バッキャロ見せる前に変わっちまったやん。陛下も忙しいな。スプラハンマー。なあ、仕掛けとこうぜ。そうだな。で、パラソルをどうしろってんだ。流れている水を止めるってことかな。あ、なるほど。そこでフレンズ能力か。どちらにせよファイヤーはいる。誰か消すしかねえ。まあ、ここで消すのはブルームハッターだよな。お疲れちん。あいあいパラソルやるぞ。一緒に入らないか。いやです。なんで？ちょい待ちそっちはええから。みんなしててあげる微笑まーな光景。ほいじゃ、よろしくび。そうか、水も防げるのか。覚えておこう。ありそうでなかった発想だよな。パラソルのこの仕様。まったくだよ。傘の本来の使い方でもあるのに。じゃ、レアピースもらって帰ろう。ちょっと待って、レアピースないやん。ここで謎のあいあい、バーミンレオを気遣ってあげてるとかだったら最高に紳士。そもそも私は紳士なことで有名な人間だぞ。おい、エイプリルフールはもうとっくに過ぎてるぞ。変態という名の。そっちなら嘘ではないな。嘘つきは泥棒の始まりだから、いけませんわよ。え、嘘っきーが泥棒を覚えるって、何を今さら。一回耳鼻科に行ってくる？最近行ってきたから大丈夫。えらいタイムリーだな。いくつになっても病院は嫌ぞい。わかるわ。わしの友達だけど、献血が気持ちいいらしい。まるで意味がわからんぞ。唐突だしよくわからないわ。お、がっつり水中だねー。あの、ゲームの使用上突っ込んだらダメかと思われますが、お一つよろしいでしょうか。バーミンレオさん、あなたそれ大丈夫でしょうか。きっと彼の炎はただの海水程度じゃ消えないぐらい、熱々なんでしょう。サイロンパ、精神論ってすげーな。こんな海水程度で根を上げてるようじゃ、捕まる職場なんてないぞ。あかん、バーミンレオくんがかわいそうになってきた。こんなクソみたいな名言を構えなしに、水中の中炎を吹いて攻撃する彼は一体何者なんだ。とんでもなくすごい力秘めてそうだ。さあこれで水中探索は終わりかな。珍しくサクサクだった。フレンズとパラソルに感謝。こんな息苦しいところ、おさらばぞい。三沢が水中が苦手な理由、泳げない。あ、ふーん。待って、泳げるから、もう6年ぐらい泳いでないけど多分ちょっとぐらいなら泳げるから、ノコギリちゃうから。金槌だろ。水中から出たし、ウォーター欲しいんじゃい。グッバイパラソール、いらっしゃい水。カービィ B の時にも多分同じこと言ってたと思うけど、アニメで応募したコピーがこうやってゲームに楽輸入されるの、すごい出世っぷりだよな。ほんとねえ、私がウォーターで応募した本人なら、飛んで喜ぶレベルだよ。今度は2つか。どうしようかな、パラソル2つに枠を割きたくない。お前とバーミンをパラソルにすればよくね。ウォーターを消したくないんだよ。あ、いいこと思いついた。お、また悪知恵か？そういうこと。まずはバーミンを休ませてあげて、わしがパラソル。何も看板のお手本通り、2つ用意しなくともいけるやないか。陛下、よろしく。もう1つどうするのさ。あ、なるほどな。でも歩くの早くない。もっかい、あーん、パラソル閉じてしまう。操作がバカ。陛下も大変だな。おい傘閉じてるぞ。しまった、ダメみたいですね。次失敗したら、正当法でやろうね。三度目の正直、ここを普通に歩けば、万事解決、結構ギリギリやん。またガバを晒すところだったな。出たらええの、ダイナマイ、ボルガ博士。お許しください。さあ、道は開けた。往復扉のボーナスステージへ。え、ボケナスステージ？もう一回耳鼻科行って耳の中に入り込んだゴミ取ってもらってこい。さあ、レアピースをよこせ。でまた君かい。きらめきらりっとポチッとな。ドリーム神殿オープンしてるし、エクストラステージか。楽しみやのう。ひひ、
ここのんびりと歩いてるけど、チェック操作だと時々ダッシュができず歩いてしまうことがあったりなかったり。パート1のコメントでも、スキップはダッシュ難しいから十字キーでプレイしてるって人もいたし、まさにその通りだな。ただ、十字キーで操作することなく、最後までスキップでやってしまいました。なので、旅の途中で走らずちんたら歩いているときは、察してください。そんなこんなで、二人制限の扉をプンプン。二人ってことは、分岐やね。フレンズ使わない初見ソロプレイ縛りをやろうとした人、多分ここやフレンズアクションで頭抱えたんだろうな。お前も最初考えたもんな、フレンズ縛り。よかったな、やらなくて。やっぱり初見プレイは何も考えずやるのが一番だ。じゃあクリア終わったらまたガードとすっぴん縛りでなんかやってね。嫌です。なんで？全員に無敵をプレゼントしたし、急いで次の部屋突破するぞ。決めが切れる前に。こうやって無敵ゆえに先を急ぐ精神につけ込んで、こっそりボーナス部屋やレアピースが。そんなこと言うから水中潜ってみてしまったやないけ。あったのは普通のピースでした。イエーイ。お、中ボスか。無敵ゴリオ部屋。川崎だよ。川崎、川崎じゃないか。ってことは待てよ、もしかしてお前。やったー。まさか川崎が味方になってくれるとは。てか何できるんだこいつ。言われてみれば、あ、今お玉で殴っただろ。お、コッカービー特有の画面全体の雑魚を鍋にぶち込む闇鍋。なんかパイセンと陛下も一緒に煮込まれてるけど、大丈夫かこれ。お、鍋が、まさかのフレンズだった。この発想はなかった。フレンズ投げたり蹴ったりするのがマシに見えてきたぞ。ん？川崎のあのタイマーみたいなのなんだろ。あ、なるほど。さっきの料理、一定時間経たないと使えない経過。料理の後に出てるタイマーだし、そうっぽいな。かわいい光景だ、パシャリスト。川崎でかいし、これで大きいフレンズごっこができる。ボンカース君がいなくとも、大きいフレンズごっこが成立。これでぶん投げフレンズがはかどりますねー。と、思うじゃん。あれちょっとかわいそうだし強いから封印するよ。なるほどな。で、本音は、ぶん投げフレンズの存在忘れがちになってて使ってないだけでステシペロッパフ。カービィウィーの時はそうでもなかったけど、トリデラ以来からますます老化が激しくなってますね。老化とにわかが進行してるぞい。だが大丈夫だ。きっとやり込めば。やり込んでもガバなんだよな。あと二つ。話を流したな。コマケイコ隊員だよ。このボムウィンがやってみたいな。覚えていたらやってみようか。よろしくね。多分覚えてないだろうから絶対見る機会なさそうだけど。次は氷か。これはツルツルと滑りそうですね。そうだなぁ。お前のラグぐらいには滑りそうだね。なんか最近辛辣だけど、わし悪いことした？これと言って、事実言ってるだけだから気にするな。あーんひどい。先にエクストラステージ行っちゃおう。ここは道なりにだな。様々な力を武器につけよう。この技、仕掛けとくとき以外忘れがちになりそう。懐かしい、夢の泉やん。ほんと懐かしいな。あ、ちょっと待ってミサは、今作の追加コピーだが。なんだよって、あ、そうか、完全に飛んでた。今までただぶら下がってるだけの雑魚敵だったもんで。それがまさか、新コピーしょってくるとはね。その名もスパイダー、ま。説明見ただけでわかる、だいぶテクニカルなコピーだろうなこれ。こういったトリッキーなコピーは全く使いこなせる気がしねえ。糸で攻撃したら、敵を捕獲できるっぽいぞ。で、捕獲したら眉になって、接触すると蹴り眉か。アイスみたいに、凍った相手を蹴り飛ばすコピーってことかな。アイスと違って、どうやら眉を掴んであれこれできるっぽい。わ、技が多すぎて覚えきれなさそうだ。フレンズ能力、ボヨンガフレンズ、ボヨンガってなんぞい。わからんから、とりあえず適当に技を出す。よしわかった、とりあえず糸分投げて敵を捕獲ってことだな。大雑把すぎる。てか仕掛けたくものす、残るんだな。みたいだな、うまくやれば、置き攻めとかできるし。ボス戦で活躍できそう。空飛んでるボスとかに効果的かも。ちゃんと使いこなせたら。だな、まずここからだ。ちょっと技再確認。おまたー。何確認してたんだ？コマンド技とかなかったっけ的な感じと、一通り技出したかなーと。つかみ以外は出してたな。お、カービィ2の BGM か。ここでフレンズ能力をっと。おう、これが、ボヨンガフレンズ。あれ、ゴルドー。バッチリ無敵ありますねー。しかしレアピースはない。さすがに早いか。まだ序盤だしな。
もうこの部屋に用はない。サラダバー。さっきのスパイダーもだけど、既存の敵でも吸い込んでみた方がいいな。そうだな。ほんと誰がどんなコピー持ってるか分かったもんじゃないし。ってことで、スカーフィ吸い込もうぜ。吸い込めねえよ。あ、でも確かコピー持ちだった気がするぞ。え、吸い込めないのに？スパデラのコピーでコピーしたら、クラッシュになれたはず。ああ、そういやあったそんなの。お、またしても夢の泉、オレンジオーシャンや。飛んで、どうぞ、はよいけ。てめえら楽しそうだなおい。雲吐き切れたわい、もう普通に行こう。やってることがプレイヤーとさほど変わらないな。そうだ、上に敵がいるときは、打ち上げて退治してもらおう。そして自分は安全に上がると、こすい。いいじゃないか、俺たち友達だろ。ガス男の決まり文句やめや。実際今作のカービィやっとること変わらんぞ。友達だからお前ぶん投げるな的な。どっかへ引っかえとかいうキャッチフレーズの罪は大きい。レアピース回収、と、これで心置きなく先に進める。あーもう、眉つかみ失敗するんじゃ、どうしても蹴ってしまう。毎度新コピーの扱いがガバナミサは、トリデラもロボボも、新コピーちゃんと使えた試しがない。頑張ってビートルぐらいしか思い当たらない。ハイケリ眉。眉嫌い。失敗しまくってんな。新コピーはクリア後のやり込むであろう何かでおめえ返上するから楽しみにしとけよ。あいよ、期待せんで待っとくわ。そこは嘘でも期待するって言ってください。嫌だよめんどくさい。ひっどいなぁもう。眉の蹴る方向すらババルコのありさま。よーし、水の中から安全に行こう。スパイダーの練習とは、そんなもんクリア後にやるわい。明日頑張る並みに信用できない言葉だなぁ。しまった水中か、わし水中で使えるコピーじゃないからフレンズ頼りにしよう。水ぶっかけろ。へぇ、フレンズ任せにしようかと思ったけど、リスキルまではしてくれないからやっぱり頑張るしかない。フレンズに任せるのは、こうやってバラバラに出てきて散らばった時だな。多人数いると、こんな時ほんと助かる。さっきから川崎が無能すぎるぞ。川崎は料理が本職だし。本職は声優だろ。イチゴのビールにリゾットとかいうダークマター生み出すぞこいつ。おい気持ち悪い。川崎は寿司ぐらいじゃないかな。まともに作れる料理って。そういや回転寿司の時も、ローナ姫に寿司を出してた時は好評だったな。川崎は包丁さばきと盛り付けに関しては割と有能なんだよな。料理の味付けが壊滅的なだけで。料理人として壊滅的なんだよなそれ。川崎は一生寿司握ってろ。寿司の話してたらめっちゃ寿司食いたくなってきた。来週の晩飯は寿司に決まりだな。寿司食べたい。ちょっと待て川崎死にかけてるぞ。お得意の回復技はどうした？水中じゃ鍋に火を起こせないし、仕方ないさ。お前それ気合と根性と精神論だけで水中で炎吹けるバーミンレオさんの前でも、同じこと言えんの。あれは彼の心が熱すぎるだけだ。川崎程度じゃ勝てねえぞ。川崎ボロボロやなぁ。敵に当たりすぎたか。当たるのは食中毒だけにしてくれ。なんというひどいブラックジョーク。川崎の完成リスペクトだ。松茸恋さんと食べて食中毒になるお話を、感動とか言い出す最高だぞ。お、ちょっと待てこいつは。てっきりリストラされたかと思ったが、今作にもいるみたいで安心した。帽子に特段変更なしと。画面全体を吹き飛ばす、定番コピー。フレンズ技あるわけないか。あるわけがない。クラッシュだぞ。何すんねん。ん？味方ごとぶっ飛ばすとか？ねえよ。って言いたいところだけど、今作のフレンズ能力なんでもありだから否定できない。とりあえず説明見ようぜ。いやなり、出してからのお楽しみにしたやん。おう？じゃあさっさと手を挙げるなり爆発なりしてくれよ。やってみたけど、バブジーパイセンが手を挙げただけだったね。場所悪い可能性も兼ねてもう一度。うんこれフレンズ能力ないっすね。陛下が全力で投げられる状態に。お帰りで陛下。お、中ボスやん。ここはド派手にやりますよい。ぶっ放したれ。ニコニコ本社全員ぶっ飛んでるー。なんか様子おかしい。あ、これもしかして。陛下顔見切れてるー。まさかのフレンズ技。一撃だからフレンズ能力の恩恵がわかりづらい。なんだあれ、アイスか。いいや、取らないでおこうっと。そろそろゴールかな？結構進んだし、そうだろうな。動画の尺的にも、寝たいからやめなされ。てかストックどんどん増えるなぁ。電源切ったらストックリセットされるんだろうけど、スイッチの使用上スリープモードで放置するから、ストック全然減らない。コメントでチラッと見たけど、電源切ってもストックリセットされないんだとか。おほう、マジでじま。
もうゲームオーバーになる方が難しいけど、そもそもストーリーだと早々死なないからゲームオーバーの心配はご無用か。だな。でかいメンツで1を取ったところで、今回はこれにて終了。川崎の息がお好き。次回は訳あって動画時間長くなりそうなので、どうにか30分で収めるためにローディング画面とかカットするかもしれません。やった完成だー。初代カービィ、始まりのライバル。ここからカービィが始まったんだよな。この時はコピー能力なんてものもなかったね。吸い込みのみで敵と戦う、シンプルかつ難しいゲームだったよほんと。さあ、それでは今回はこれにてお開き、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。